写真拡大。二塁への盗塁練習でタイムを測定し、3秒1という驚異の数値を叩き出した。3秒3を切れば捕手の送球に関わらずセーフになると言われており、改めて非凡な走力を示した。オープン戦では9試合で4盗塁、トップを走るヤクルト塩見とは2差だ。残り8試合で十分に射程圏内。オープン戦で盗塁王となれば、球団では2005年の赤星兼高級盗塁以来となる。数字は全然気にしていない。矢野監督は近本のタイムを伝え聞くと、まだまだ上を目指さないとダメ。俺らは現役時代赤星を見てるから。盗むという字を書くように、盗塁はたくさんの要素がある。1年目で赤星の記録を抜くという目標を持っているわけだからと、スピードだけではない技術の向上へ、さらなる高い期待を寄せた。プロの捕手は肩が強いし、送球もいい。配球を読んだり、研究していかないとと近本。盗塁王新人王。掲げる目標まで、足を止めるつもりはない。竹村だけ。